社会自由党は、ブラジルの政党。1994年10月30日に、実業家のルチャーのビバールによって結成。当初は、社会自由主義的立場で活動していたが、2015年に、リバタリアンが入党して受けか。2018年1月に、ジャイール・ボルソナーロが入党すると、より保守的な政策へと転換し、10月の、 連邦会員選挙で51議席増の躍進を果たす。さらに大統領選の決選投票では、ボルソナーロが55.13%の得票を獲得して大統領に選出されるが、ビバールラ・リベラル派とボルソナーロ・ラ・保守右派の対立が激しくなり2019年11月12日に、ボルソナーロの一派が離党して、新党ブラジルのための同盟を結成した。ノッサ・インストリア。 2019年2月17日へつらん。PSL フィカラなカレガーサを、ジスアッセッソリアでマリーナシルバ。エグザム、https コロンスラッシュスラッシュ exame.abril.com。br、ブラジル、PSL フィカラなカレガーサをジスアッセッソリアデマリーナシルバエグザム h t t p s コロンスラッシュスラッシュ e x a m e a b r i l c o m b r ブラジル p s l フィカラなカレガーサをジスアッセッソリアデマリーナシルバありがとうございます。